写真拡大。日本ハム 3-2 ソフトバンク16日ヤフオクドーム。ソフトバンク向井の久志投手が自らの乱調で2敗目を喫した。同点の9回に登板し、先頭への四球をきっかけにノーヒットで勝ち越し点を献上した。同点で迎えた9回、甲斐野は先頭の中田に四球を与えると、日本ハムベンチは中島を代走に送った。その後、四球、犠打、申告敬遠で一死満塁。三振で二死を奪ったが、代打、宇佐美慎吾に押し出し四球を与えて勝ち越された。1イニングで申告敬遠を合わせ4四死球を与えた甲斐野は状態も悪かったですし、ボールが抜けていました。どこかを変えて良くするという修正能力がまだまだですと反省しきり、中田に代走を送られたところでランナーを変えられて何かあるんじゃないかと考えすぎてしまい、それが悪い方に行ってしまいましたとし、日本ハムベンチの思惑にはまったことも反省材料に挙げた。マウンドに行った倉野さんには、お前が作ったピンチだからと言われたんですけど、ああいう結果、実力がないな、と思いますと、最後まで自分を責める言葉を並べた甲斐野。それでも、工藤浩康監督は、悔しさを乗り越えて成長するのが投手。常に前を向いてやってほしいと、ルーキー守護神の気持ちの切り替えを期待している。藤浦一斗、風と藤浦、Thank you.